好，好，好。 さあ時刻は12時を回りましたトークランチョンビート本日のお相手は私、奈良ンとむですはホームランの日でございます。ホームラン9月3日はホームラン記念日、1977年のこの日、えー、後楽園球場で巨人の王貞治選手が通算756号ホームランを打ちそれまでアメリカ大リーグのハンク・アーロンが持っていた世界記録を更新したということで<ー>、えー、すごいですね、王貞治選手は。 あのー、それでホームラン記念日ということで、まあまあ、更新されてないのかな、されてるよね、このあと、確か、なんか前に聞いたことあるような気がするんだけども、えー、あでも2日後の9月5日に、はい、政府は初の国民栄誉賞を贈り、その栄光を称えた。 えー、王選手は引退までに八百六十八本のホームランを打ったってことで。すごい八百六十八。うん、すごいホームラン打ちまくりだね。打ちまくりですね。僕らもこのぐらいホームランを打てるねラジオ局になりたいですね。そうですね。<laughs> <laughs> はいということで今日はですねあの素敵なゲストを、えー、後でご用意しておりますあの、はい、シャオロンツーザスカイの、えー、土屋雅志こと魂さんが、えー、今日十一時半よりゲストで、えー、来られます、えー、皆さん楽しみにしていてくださいねよろしくお願いします。まあえー、ということで。 この番組は y o u t u b e ライブツイキャスを通して映像を配信しています。映像もご覧ください。また、えー、この番組はリスラジアプリで世界中どこからでもお聞きいただけます。リスラジアプリもダウンロードして FM 那覇の,の、えー、ラジオを聞いてみてくださいね、えー。そしてコメント、エピソード、体験談などは FM 那覇のホームページからツイキャスや、えー、メールホームからあの送れますので FM 那覇のページをチェックしてみてください。最後にこのの番番組組は後で過去の番組は 全部 YouTube ライブにアップロードされますので過去の番組をご覧になりたい方 FM のハの YouTube チャンネルもチェックして登録してくださいよろしくお願いします、まあ、ということで今日は、えー、シャオロントゥーザースカイの、えー、富山隆さんが来るということで、えー、曲は富山隆さんのシャオロントゥーザースカイの曲をおかけしたいと思います、えー、シャオロントゥーザースカイといえばこの曲、えー、愛の歌をお聴きください はいオフトークオフトークあいフルでかけたるわこれはジャスラック入ってるジャスラック入ってるよ入ってるカラオケにも入ってるよだろってみんなにも聞かせたいなみんなでリスラジで聞いてほしいですねリスラジでね、うん、聞いてくださいねはいはい、えー、ルルオキアさんモイお、うん、誰友達友達友達が来たの <laughs> 友達に手振ったの <laughs> えー、今日は沖縄のニュースは結構あって<う>えーっとバーッて読んでいこうかな気になるやつまとめたけれどもあとあれだ連レン,レンどうなったのかあったんでしょうねあ連消えたんじゃないですか消えたの分かんない連レン,レンどうなったですかねなんで消えたってどっからの情報 <laughs> いやいやなんかだもう大丈夫なのかなと思ってん大丈夫なの今えちょっと待ってください調べる。 ラジオだから中途半端ななこと言うなよ全然大丈夫じゃないですよ、沖縄接近の恐れがあって、九州警戒してくださいというのことですので、皆さん大丈夫じゃないですかね、あのー、今、えー向か、向かっていますので、あのー、気をつけてくださいね。 そうだねこれはまあ中国の方にっていうかまあ朝鮮半島の方に向かっているけどあれだね沖縄もやっぱ当たりそうだね少しねそうですねうね、んまあ、この話もちょっと、えー、まあちょっと勢力も上がってきてるね、えー、ルルル沖縄さんプレゼントされた狩猟師ですかそうですプレゼントされた狩猟師ですあ結構来てくれてますよね、えー、ルルル沖縄さん連連って言っても台風だからねねって <laughs> ねね。このシャオロンの「愛の歌」はさ、はい、このだんだん盛り上がっていく感じがすごいエモくて好きだから途中で絶対切れないよねラジオでどこんなとこで切ったら最後のこの盛り上がる瞬間がここが一番いいんだぞみたいなところを聞かすことができないから、うん、これもフルで聞いていただきます。<laughs> うん ただいまオフトーク中です。えー、曲はシャオロントゥザスカイの愛の歌をかけてます。ただいま。ちょっと打っとか、トーク中。曲は…えー、シャオロントゥザスカイの愛の歌。 スイキャスでは聴けないのでリスラジなどで聴きう,よなうんきのうまた生で聴けたじゃないですかうん かっこよかったなスイッチブレードさん <coughs> 連年到来かついに行って <laughs> せやな。 あと2分ぐらい曲を聴いてください。 昨日スパルタン X の曲かかかけけけてててましたたたよねかけてたかけてたスイッチブレードさん聞いてた昨日のやつコメントもなかったけど<え> <laughs> 昨日コメントなかったんですかで特になかったから、うん、あれ聞いてたのかなと思って、うん、今日はねトーク少なめ曲多めでお送りしますよ えー、スイッチベルトさん寝ちゃってた。<laughs> あれ聞いています。<laughs> <laughs> <laughs> ぜひぜひ聞いてみてね。まだアップされてないんですよね。今から。まあそうだね。まだアップされてないそうです。えもうい。かっこいい。 じゃあ本番いきます、はい。 さあさあ時刻は12時8分になりましたよちょっとねパソコンの調子が悪くてラ,ラグいということで今日のトークテーマは特に用意してないんですけどゲストシャオロンテザスカイの魂さんが来るので、えー、それまで曲をかけたり、えー、沖縄のニュースを読んだりしていきたいと思いますいここからじゃあニュースのコーナーいきたいと思います、はい、ニュースのコーナー琉球新報から那覇、えー、オ大葉急店舗閉店契約満了 えー、後続のテナントが決定ということで、後継のテナントが決定ということで、9店舗が閉店されて、<っ>後継のテ,テナントがもう決まってるんだけど、まあ、入れ替えっていうことよね、<え>えー、半年ぐらいの規約ってことですか、そうですね<ー>、はい、沖縄県那覇市泉崎の商業施設、那覇オーパーに入居するテナント9店舗が、8月25日から31日に閉店した。 えー、那覇オーパーの担当者らによると、えー、閉店は入居契約の満了に伴うものという新規に入居する後継店舗もすでに決まっており9月末のオープンに向けて準備を進めている、うん、一方でテナント関係者は思うように集客できず閉店を決めた店舗も一部あったようだと指摘<ー>中南部に大型ショッピングモールの、えー、新規立地が相次ぎ県内小売業を取り巻く競争環境が激しくなる中で新規制だけではない集客戦略が各施設に問われてきたそうだ ということで、えー、旧店舗が、ねあのーまあ、閉まって閉店して新しく旧店舗、はいえー、入ってくるっていうことなんだけど理由としては、えーまあ、満了だった、はい、契約期間満了っということで更新も可能なんですよねもう別の店舗が決まっちゃってたんですかねもともと半年しか入れないよっていう予定のところもあったんですかね。 これにだから、ね、そのニュースによると、ね、那覇オーバーのテナント関係者らによると、えー、施設の駐車場が有料のため車で訪れる利用者の滞在期間が短くなる傾向があったという。うえー、来店者も大幅に伸びなかかったことから 契約満了だけではなく思うような売上高が出せず撤退を決めた店舗もあるはずだと短期で入居テナントを入れ替えを指摘したということで、まあ、テナント関係者によやるとそういう指摘もあるということでオーパーの方では人気,人気,じ,ゃ人気じゃないね契約期間満了ということでうん、うん、え出るっていうけど9、まあ、店舗が、ね、契約期間満了でみんな出るっていうのはねあの結構厳しかったんだろうなっていう感じがしますよね。ねうん、そのまあ あのーまあ、厳しい言い方すると、まあ、そこら辺正直に、ね、言ってもいいんじゃないのって思うけど、ね、<laughs> あのいや私ぶっちゃけ厳しかったよっていうことでね、うん、そしたらさかなんか、なんで厳しかったのか一緒に考えてさ、街ぐるみで、ね、なんか協力しようよとか、そういう話できるじゃないなんか、つけてる感がそこまで行ってないからな、<laughs> <laughs> やめろやめろ、そこまで行ってないぞ、すごい急店舗も変わるんだったら、ガラッとオーパの雰囲気変わりそうですねだからね、えー、僕はでもこの華風な、このカフーナ、まあ、オーパか。 オーパーの旧店舗入れ替えっていうのはでも結構前向きな話だと思って,て、はいて、まあ、売り上げが伸びなかった、うん、このお客さんが思うほど来なかったで旧店舗入れ替えって言って、うん、一気に入れ替えるでしょ。はい、旧店舗ということはその一気に入れ替える中であの今までこの旧店舗が持ってたイメージとまた違うガラッとしたイメージでオーパーを作ることができるわけ。 例えば、えー、今まではこの,この年代層に向けてオーパーのお店9、うんえー、店舗決めてたとか、えー、観光客に向けてたとか、まあ、インバウンドとかね、うんあの、地元の人に向けてたとかいろいろあったかもしれないけど9店舗入れ替えるっていうことは例えば若者が来るっていう傾向があったとしたら、うん、若者に向けてこういうお店入れようみたいな、うん、取り組みがなされるはずなのよね、うん、だから、あのー、このオーパーは一気にその、えー、この早いうちに決め,決めて。 えー、お店を9店舗がらって変えてそういう何かそうターゲット層を決めてると思うのようだからあまあそういう面で見たら、うん、なんかオーパー一気に変わって、うん、まあなんかいい感じのものが見つかりそうだなっていう感じがする、うん、なんかねやっぱり難しかったんだよ、あのー、ターゲット層がよく分かんなかったから。うんはいはい、だかからら半年のの契約っていうのを 作ったんですかね半年いやいや普通大体それぐらいでしょそれで,、うん、それで更新更新,更新自動更新でしょ<ー>で多分オーパ側の都合でも決めたかもしれない売り上げあったところもあったかもしれないこれはもう分かんないんだけど、えー、でも多分ね、まあ、見ててその、はい、どこ向けのターゲットなのかなって分かんなかったじゃないうんちょっとそうですね難しかったですね,これね観光客なのかこれ地元なのかどっちなのうってどの層なのかなって感じはしました、ね、で一番想像してたさビジネス層か あのあそこオフィス街でしょ。はいはいはい。あの人たち来ると思ったよ、みんな。だからちょっとお高い感じのメニューがあるところもあったけど、でも実際は図書館に学生さんとかが多くて、いや、学生もそんなに多かったわけではないんで。全然、そんなに行ってないでしょ、オーパ結構俺、見に行ってるんだけど、そうでもないんだよ。だから、なんかもうよくわからない状態になってる。学生が多いみたいに言ってるけど、実際、学生がそんなに多いわけでもないんだよ。で、そんなに多いわけでもなく。そうだだよからあの 駅,駅使ってはい、はい、駐車場のその有料の,もの問題もあるし、うん、駅使ってそこに降りていく人っていうところで、うんえー、やっぱり観光客とかターゲットを決めて、うんえー、行かなきゃいけないっていう風なやっぱその見ててもね、うん、あったわけよね、うん、で学生が多かったらじゃあ学生向けのあのー、何お店がいっぱいになると思うよオーパーこれからねなるほどで前に聞いた話だけどオーパーがえー、っとなんだっけ 元々沖縄にあったのが2010、はい、20年前とか、えー、その時若かった子たちが若い,、はい、若い子たちの集まる場所だったそうですねギャル系のブランドとかゴスロリ系とかありましたねだからオーパーといえば、あのー、僕らのっていうか沖縄の感覚で言ったらその頃の,あのトレンドなんだよんだから今オーパーができて今若い子っていうよりかはあの時オーパーが楽しかったっていう人が 来ると思って、三十代四十代をターゲットにしてるっていう話もあった。はい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 。そうそう。だからまあそこら辺のことをやってみて、えー、半年ぐらいか、うん、えでギャップを見て、じゃあじゃあね、そこそこでどうやって入れ替えていくかっていうのは俺すごい見どころだなって思うし、うんうん、頑張ってほしいなって思うんだけどね。どんなお店が入るかはまだ発表されてないんですか？発表されてないね、この中ではね。うんうん 気そうですねまた沖縄初出店のお店とかもあったりするのかなできればその9店舗を見てああそういうことねなるほどねおばさん分かった分かったっていう気持ちになれたら進めやすいよね僕観光客っていうか県外から来た友達とか知り合い連れて行けるようなお店だったら連れて行きたいと思うしそういうコンセプトがあればね琉球王国市場の時みたいにならないでほしいなと思うのは琉球王国市場は観光客 観光客向けと言いつつ琉球王国市場の名前を冠しつつ沖縄そばとか沖縄の料理がなかったんだよね全然なかったむしろ県外から来た生クリーム専門店とか韓国のチーズトッポギ沖縄おばっかかりチーズとかねが来て。 むしろ沖縄の地元の人が嬉しいみたいな別に沖縄そは食べに行くわけではないからみたいな <laughs> <に>でも観光客の人は琉球小口場入って沖縄料理がないわけよねはい、うん、だからそれはどうなのかなっていうのもあったじゃないだからね、まあ、あのコンセプトがしっかりしてたらいいよなって思うけどコメント読みしますえー、柴板六花博士さん「オーパーは集客弱いよね価格帯を考え直さないと同じことになるよ」って、えー、柴板六花博士さん「博士の研究によると」っていう話ですね <laughs> なるほど価格帯を、ね、<説>考え直さないとだから、まあ、どのターゲットかでね。 うん。僕もてっきりあのオフィスのところにいるお金持ちの人たち、お金をだいぶ持ってる人たちがあそこに流れてくると思ったから、高い金額の設定で全然いいと思ってたよ。だ僕がオーパー経営してたら大失敗してたよ。僕がオーパー経営者だったらね、危なかった危なかった。全然違った。誰でも思うようなあそこに作ったらさ、お金持ちはお金持ちというかあそこのオフィス街にいるね人が流れてオフィスの街の人全然流れてきてないんだって。飲食以外でも入ってるこのアパレルショップとか雑貨屋さも結構高め。 野の中の銀の蛍さん連社長も半年契約なのっていうこと <laughs> 僕半年契約でもう3年はやってるよ3年は今今今 <laughs> 自動更新中ですね自動更新中芝居太郎か博士さん学生は変えないそう学生はね結局変えるものがなかったから、うん、そんなにオーパーに学生は集まってないんだよねうん,うん、えー、ルルオキナーさん、えー、オーパーまだ一度も行ってないなパルコが予想外に良すぎたそうね <お>あーオーパーさんからすると新聞にもあったけれどもライバルはパルコだったね確かにパルコよオーパー行くかパルコ行くか行っちゃうねだからこの新聞にもあったように競争はちょっと激しかったね、うん、えっとルルルオキナーさん、えー、自分が高校生の頃オーパーはギャルだけじゃなくて男女ともにいろんな層が行きやすい場所だったっていうことでああ<ー>なるほどね僕はっ行った時はねあでもそうだね結構、あのー、何 マニアックなものとかも置いてあったりとかしてえ、えなんかもうファッションブランドばっかりじゃなかったですい系結構いろんなものがあったよ。<ー>あの、えー、グッズグッズ系とかなんかグッズ系そうそうあのなんかなんだっけ、えー、いろんなこのあの漫画とかアニメのグッズみたいなやつとかが置いてあったりとかそう,いう、ね、そうそうそういうのあったよ。伊助<ー>、えー、さん、えー、琉球王国市場は滑っていたのか。 そうかって言っててないけど琉球王国市場は滑ってたんじゃなくて、あのー、観光客が集まるところに県外のものを入れることによってどちらかって言ったら沖縄の人が嬉しいような、うん、沖縄地元の人が嬉しいようなものがたくさんあって、うん、で僕らは嬉しかったんだよねそう観光客からすると琉王国市場って名前なのに入ってみるとあれ全然 中のお店もすごい良かったステーキも刺身もあの置いてる素材も全部良かったのめちゃくちゃご飯がいっぱい食べれるいい場所だったんだけれども価格もリーズナブルだった、えー、あれは滑ってたわけじゃなくてあのまま続けてたら僕も良かったと思うんだけどん、まあ、あのみんな新聞読んでたら覚えてる人は覚えてると思うけど、うん、経営者の怠慢、うん、経営者の,あの怠慢経営のせいで、えー、全然それが回らなかったっていう話なんだだから今でも あの琉球王国市場はその経営者の人その怠慢マン経営をしていた人はあのいなくなって、はい、今だん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 盛り返そうと頑張っているところですよ琉球王国市場っていうのは中にあるそのお肉ステーキ屋さんは2 0 0ム3 0 0ムで1000円だったっけめっちゃ多いんだよね300かうんそうそうあのすごい美味しいし、うん、FM の藩の記事にも僕がライターであげたやつがあるので見てくださいね、えー、ライツさん社長ミームこんにちは。 健康診断終わったから今夜はラーメン行くわってことでねい <laughs> ってらっしゃいい <laughs> ってらっしゃいジロ郎食べたらいいさ <laughs> ライチさん、えー、オーパーは行ったけど彼女的には綺麗に並べすぎられてて逆に買う気しないってって言ってた<ー>あーそういう声もあるんだねなんかねう<ー>そ,うそうなんだ全然分かんなかったな、まあ、昔の昔のってか前のオーパーは結構ざ 雑貨っていうかなんかね。はいはいはい。ちょっとわちゃわちゃしてる感じ。うん、わちゃわちゃして今なんかパシッとこう。あれはいいよね。ちょっと買い物しづらいですね。私はなんか <laughs>。エトワースってあったのわかる？ああわかる。エトワースのさあのごちゃごちゃしてる感じすごい好きで。はい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 。五六のエトワースしょっちゅういったんだけどもうなくなっちゃったね。なくなっちゃいましたね。芝居たろうか、んえー、博士さん、ファッションビルみたいなプロモーションしてたから金持ちが来るわけないってことで。あそうなの？全然わかんない。<ー>ファッションビルみたいなプロモーションすると金持ち来ないの？ オーパがですか？<ー>うん、えーわかんないな。そうなんだ。博士の解説です、ね。博士やっぱ博士の解説だな。<laughs> <laughs> はい、伊、え、助、ー、さん。<laughs> ふん。那覇って地元市民が大丈夫かって心配するようなテナントが続くね。何かが噛み合ってないのかな。本当だよね。確かに。あ、なんかそれ <laughs> あれだね。心理だね。あの。 大丈夫か大丈夫かっていつも言ってるよね、那覇市民、那覇 <laughs> 地元市民はあっちにあれができたけど確かに大丈夫か、ま、牧市公設市場が移設したけど大丈夫か、<laughs> オーパーあっちにあったけど大丈夫かあの、パルコあそこにできて大丈夫なのか、<laughs> <laughs> あ,っちあっちもこっちも大丈夫なのかみたいな <laughs>。 確かに確かに確かに <laughs> あのねみんな大丈夫かって言って <laughs> もう何回大丈夫かって言ってる話聞いてるかって話を <laughs> し, <laughs> <laughs> しょっちゅう大丈夫かってって心配ばっかり <laughs> <laughs> 確かに確かにな <laughs> ええ姉妹太郎かかさんギャルが狙いなのかと思われるまあギャル狙いなのかなうん、えー、ということでねちょっと話が。 長くなりましたけど、えー、パルコね、パルコやっぱ話題になるね。ツイッターでも話題になってたんだけど、うん、ナハオーパー旧店舗閉店人気満了あ契約満了、えー、後継のテナントも決定している後継のテナント期待だね。期待ですね。うん、またお届けしたい、ねうん。大丈夫かな。<laughs> <laughs> 大丈夫か。大丈夫かな。残るけど。いや頑張っていこうやったんでよね。<laughs> はい、ということで、えー、琉球新報館のニュースでした。 ささあさあ時時刻は12時22分になりましたよここからも、えー、琉球新報からニュースのコーナー、えー、1 2ルの巨大エビが歓楽街に出現、えー、記念撮影のスポットにオーナーは厄よけ機体ということで12メートルはい、えー、沖縄県那覇市牧野竜宮通りにある居酒屋の屋根に突如現れた全長約1 2ル、えー、重量2 0 0キロ超えの巨大伊勢エビのオブジェが観光客、通行人の視線を集めている。 観光客や外国人の記念写真を撮っていくと店の新垣オーナー31歳は想像以上の反響に驚いている <laughs> 巨大エビは7月末閉店した那覇市若狭の老舗味の店三郎の、えー、外壁に取り付けられていた知人からエビもらうって電話があり <laughs> 食べるエビだと思った、えー、新垣さんこんななな大きなエビをもらうと思ってなかってかた<笑><笑>、えー、当,初当初はあまりの大きさに困惑したが 子どもの頃、三郎の前を通るたびに巨大エビを見上げ、ワクワクしたのを覚えていると振り返り、うん、引き取ることを決意した。えー、ということで、あのー、僕、三郎の、ね、<laughs> エビが取り外されてるのを見てたんですよ。で、三郎のエビが取り外されてて、なぜか道の真ん中に、道の,真ん中いうの,道の端のほうに置いてあったわけ。<laughs> 僕、その深夜、えー、よ夜ね、そこ歩いてたわけ。歩いてたら、そのなんか目の前にね、なんか鋭い何かが見えて、シュッてよけたら、その。 そののエビのね触覚だったわけ危ない危ない危ないって思ってツイッターに負げたんだけど <laughs>、うん、そのそのエビねあこのエビどうすんのかな、うん、あのもったいないな、うん、っていうか何でエビ外してんのかな、うん、ってと思ってたらそのサブロっていうお店歴史あるお店でね、うん、みんなみんな知ってるお店なんだけどなんかミルクってお店に変わってて。で ちょっとそれ詳しく知らないんだけどミルクってお店しゃぶしゃぶ屋さんに変わっててねあのエビはどこ行ったんだろうってずっと思ってたわけむしろエビ欲しいなってぐらい思ってたの FM の母にエビつけたいなってやだエビエビなはんにしたいなって FM の母にエビつけたいって思ってたんだけどまさか竜宮どおりにねあのエビが移動したとはという感じですね エビのお店なんですか。エビじゃないよ。全くエビと関係ない、うん、ところに。エビと関係ない。ついてるんです、ね。そうそう。居酒屋だからね、うん。下手したら伊勢エビ出してるかどうかわかんない <laughs> <laughs>、うん。お店だからね。えー、はい。ということで、えー、コメント見します。ルルル沖縄さん。サブローのエビの引き取り先があったんだね。よかったねっていうことで。うん。本当思ったよ。うん、あれねバラバラにされて買いたいとかされたらちょっと悲しかったから欲しいって言いたかったもんね。<laughs> えー、ライチさん。あの伊勢エビはエビフライになったのかなって <laughs>。なってないんだよ。だから <laughs> 通りにいるんえ,えっとねあのー、まああのエビは本当にあそこの通り若狭のさ琉球、えーまあ、とかがある、はい、あの県庁に向かう通りでしょ、はい、で、えー、若狭交差点かの方にあってはい、はい、あのエビは本当にその歴史的な三郎とお店のね、うんえー、もう何だろう、あのー、本当に。 みんなの目を引くアイキャッチだったんだけど、それがねなくなってっていうのがまあ悲しい。悲しいなって思ってて。でもまたそのエビフライが移動してね。ね歴史がエビフライじゃない <laughs>。伊勢海がね。あの歴史が続くっていうのがね。良かったね。っていう話台風来るけど大丈夫かって。コメントがあるけど、うんうん、台風対策を一番気にしてるみたいで、あの入念にやったって。あの竜宮通りで。 まああそこの通りはねやっぱ風の影響を受けやすそうなのでああ心配だよね。連練が心配ですね。うん、まあね。<laughs> で、あの屋根のまあシーサー代わりとして薬よけパワーにも期待するってことなんで。<laughs> あの薬漁パワーを期待してねもらっていいんだけど、<laughs> ねそれが台風でねその薬漁になるはずだったエビがね <laughs> ねクシャーってなったらねもう笑い笑い話じゃ済まないのね。本当 <laughs> にほっこりするニュースですね, <laughs> <laughs> ね。うん本当良かったよね嬉しいよね。<laughs> うん、はいはい。え芝居太郎かはかさん若さにはフランスビルがあるから。 大丈夫ってことでね。そう、フランスビルが若さにあるから大丈夫。あのー、ね、<laughs> なんだっけ下にはラムテでしたっけ？そして四階にはミナワラ、うんえー、そして五階にはリアカラーとね、えー、名店がいっぱいあるフランスビルがあるから大丈夫。以上 <laughs> <laughs> CM でした。<laughs> さあさあ、えー、ここからはですね那覇市の歌を一回おかけします困った時の那覇市の歌、えー、那覇市の歌をかけてる間にあの今日のゲストシャオロントゥザスカイのタマシーさんをお呼びしますので皆さん那覇市の歌を聞いて機運を高めていってくださいねコザの, <laughs> の人が来るの,、ね、の人が来るのにねもうそこはコザの歌でしょ、はい、じゃあ那覇,の那覇市民の歌をお聞きください <laughs> 着もの船や町はひらかのずましてさかへゆくわなが橋 <music> 緑もかきうの山 <music> 巡る家の水なのみ清き心 「わがとしゆかりもふるきのり」 一誇れる島に笑顔を吐く由依の心で共に生き縫は育む我がた橋種礼 <laughs> の国の城下町歴史の色 血万国新領土にあり明日を開く我がま緑の風の那覇空港、白子わいかおる愚くの地若い力の 「未来かわったく我が星」 さあさあ時刻は十2時半になりましたここからはスペシャルゲストシャオロン・トゥ・ザ・スカイの魂さんですよろしくお願いしますこんにちはすごい FM の班に魂さんが来てくれるなんて嬉しい嬉し僕も嬉しいですありがとうございますありがとうございます昨日はね僕もミムもあの魂さんのねえっとまあジンさんのあのサラサシじゃない高温多湿だっけ名前が長い高温多湿ギタリスト保湿なんとか ジンさんのね、あの、はい、ライブの中でそのタさんのアコースティックのバージョンの曲を聴かせていただいたんですけど、めっちゃかっこよかったです。かっこ以外の言葉が出てこない。あのね、一生懸命表現しようと思ったんですけど、あの空間をあのなんだろ取り込ませる感じがやっぱすごいなと思いましたね。あのどのサイズの箱でもなんかあんな この没入させるっていうんですか僕その音楽に乗ってしまってなんか曲の雰囲気に飲み込まれるみたいな感じあのすごいかっこいいなと思いましたそれはもう嬉しいです、はい、あと私たわさん衣装がすごいツボでしたそ<ー>そうそうすごいあのかっこいい柄のジャケットを着てたんですけど、はい、あんな柄のジャケットを着こなせる人ってなかなかいないなと思ったく <laughs> <laughs> いあの中裸だしね <laughs> 中裸で柄ジャケットマジかっけーと思いましたね,ね本当に、はい、もう私も 見入ちゃいましたあれねあの北中城に中村洋装っていう、はい、あの服を作ってくれる僕の幼なじみがいて<ー>で「拓哉中村」っていうんですけどはい、はい、たもう小さい時から一緒なの。で俺,俺の親父がやってた仕事場を拓哉、うん、のお父さんから借りてたわけ大家さんだったわけだ, <laughs> だからもう <laughs> なんか兄弟みたいに育っててそれで衣装いつもお願いしてあ、衣装ってすごいじゃんほとんどなんだあ、そうなんだすごい。ぴったりだったもんねかっこよかったですあれね魂さんが着れるのかっていう社長が来たら大変なことになりますねはい。そんなシャオロントゥザスカイのね魂さんですけどライブが近々あるということで今日は告知そうですはい。え9月6日金曜日え那覇市久米アウトプットシャオロントゥザスカイは4年連続の ワンンマライブボリュームアップを行いますおごいますアウトプットで行われるこの第4回目を迎えるワンマンライブということですけどフルバンドでシャオロントゥ・ーザ・スカイプラス今回はピアニストの川満真さんをゲストに入れてもう少し広がりのあるシャオロントゥ・ーザ・スカイを。すごいピアノが入ったバージョンっていうのは何回かやったことあるんですか ソロと誠さんで2人とか何回かやってますフルでもベースなしのことが多いんだけどガチャピンさんがいなくて誠さんが入ったとか今回4人で四人でステージ出すの初めてじゃないかな。ですよねあんまり1曲だけラストやろうとかあったかもしれないけどちゃんとリハをずっとやって。 あのライブに挑むっていうのは初めてです。うわーこれは楽しみだな。<ー>はい、僕らも楽しみだしはい、はい、ドキドキもあるっていうか。はいはい、アウトプットですよね。アウトプットはもうもうすぐあの閉、ーね、まっちゃうんですよね。今月いっぱいで移転っていうことらしいですね。移転。うん、移転場所でも今まだちょっと。 未確定なんだよねでもあの場所やっぱその歴史ある建物の中でやっぱライブ見たいっていう人今まであそこに来た人たちいっぱいいると思うんだけどこれでやっぱ『シャオロン・トゥ・ザ・スカイ』の今回のライブでまた行けたらね第4回ということでいろんな思い出もある人もいると思うのでね行ってみたらいいかなと思うんですけどぜひ行ってみてほしいなと思いますけどもね。僕昨日のライブでちょっと あの実はあの結構初めて聞いた曲が何曲かあってミムも多分初めて聞いたよね「あのコザ」の曲「ライカム少年」じゃないです「コザ」で眠りたいあの曲がすごく僕の中で泣きそうになるぐらい聴来てありがとうございますあれどんな思いで作られたのかちょっと聞きたいなと思って。 実は住所は北中城島袋っていうところなんですよ。で、そこと沖縄市は隣接してるんです。だから。えっ、ー、と、僕は、あの、まい、つも、こう、ライカムの交差点を。通りながら生活してるわけですよ。<ー>で、ライカムの、えー、合わせゴルフ場跡地に今イオンができたでしょはい。イオンライカあそこゴルフ場だったんですよ。ゴルフ場のとこ、この時の光景と。 あと五谷十字路っていうあのミュージックタウンのところの交差点大きい交差点に歩道橋があったんですね昔。でゴルフ場もなくなるで歩道橋もなくなる僕は絵が描けないんですよだから写真とかのセンスとかその絵を描くセンスとかがないからこれはもう歌にして残しておくしかないからこれを歌に してておききたたいなぁと思ってできた歌で歌す私も高座出身で,で小学校の頃は北中グスクで育ったんですが<ー>魂さんと同じような感じのところで育ったんですけど、はい、この曲を聴いててこの昔のこの自分が歩いていた風景が頭の中に浮かんできて歌詞<ー>と一緒に、うん、もうちょっと泣きそうになりました。ねうん 僕見てないんだけどね、その年。それでも、だつになったんですね。いや、だから、見えてくるね。うん、あれはね、ちょっと、い、い本当に、あの、何回も聞きたい曲と思いましたけどね。これ、ライブでもやりますか。やります。あ、やった、これを聞きたいなと思って。コメント、お見しますね。スイッチブレードさん。お、ええ、魂さん。はい。降臨っていう。で、ライツさん。直木や、直木やって。 直つけ今朝活やってきたんですけどね、ライカム交差点で直木屋と、ちょっと俺遅刻してしまって、打ち上げが長すぎて、昨日の。えっと、これ、ちょっと分かんないんですけど、カンパスは直木屋さん、予選落ちで落ち込んでないみたいなあれは直木屋が NHK のど自慢大会の予選にエントリーしたんですけど、あいつ、一応、 ミュージシャンじゃないですか。まあ、まあ、シーディーも出してるしね、ギャラも取るわけだから、プロでしょう。予選落ちしてるんですよ。ええ。のど自慢に出たんですか。自分の曲やるわけじゃなくて、ドリカムの。ええ、決戦は金曜日って言って。曲数。 フェイスブックにさナオキアがその光景を上げてるんですけど、はい、もう後ろにこのなんていうの予選にエントリーしてるライバルたちがいるじゃないですかはい、はい、後ろからナオキアを見てる目線が <laughs> もうなんかさ痛いっていうかあの <laughs> 一個も笑顔がないんですよ、そこに。何この人か。本当に笑顔のない現場っていう。これ、写真見ただけで凍りつくなっていう。状況の中、やってきたみたいですよ。かっこいいですね。ロックですね。そうです。何者という感じで。今日、直木屋さん別にゲストに呼んでるわけじゃないように。セット、セットになってます。直木屋さんとでも、魂さんの話の下りを聞いてるの、僕すごい好きで。あの、フェイスブックとか見てても、本当面白いなって。取れてますよね。いい意味で。 <laughs> えー、コメント他にも、はい、ヒロさん、えー、景色が浮かぶよ懐かしいなってことでさっきの曲です、ね、小,座の,小座の人たちには響くんでしょうね<ー>僕小沢じゃないけど本当に響くっていうかね、うん、あのいい歌だなって思いましたけどね、うん、これ、後で、えー、書けますけれども。<う>はい あとですねライブのお話のちょっと続きですけど第4回っていうことですけど毎年やられてきたって毎年ワンマン8月にずっとやってきたんですけど今年は9月にちょっとずれ込んでしまいましたが毎月ワンマンはやってワンマンってやっぱ気合いが入るんですよね時間も30分で終わるライブじゃなくて1時間半以上やるじゃないですかだからこうリハーサルのやっていくこう 積み重ねていくバンドで、リハをこなしながらあの固まっていく結束力みたいなうそういうのも好きで、はい、バンドバンドの底力をあの見せれる一番の場がワンマンライブなんじゃないかなと思ってるので、それはこだわってやってます。そうですよね。はい、他のバンドとの絡みも面白いんですけど。<laughs> 昨日も仁さんとのセッション好きでした。ゲストが出てて。あ、そうそう,そうあのめっちゃこう。 セッションだったじゃないですか、ええ、仁さんと、ええ、魂さんのね、で、そう、そういう、あの、あの。なこういうコミュニケーションというかね、あれも楽しいんですけど。そうですね。ワンマンっていうのも、やっぱ、その、ね、あの、自分の、本当にすべてを出せる場所というかね、バンドのすべてをね。出していく場所なんで、これは、本当に、気になるところでもありますけど。第四回迎えるにあたって、その、なんか、思いとかあります。あそこの、やっぱ、ライブハウスでやるとか。やっぱ、あの、アウトプットの店長の。 ウエズ君はあのー、彼が東京にいるときに、うん、え東京の新宿ネイキッドロフトっていうとこでよくお世話になってたんですよ<ー>で、えー、アウトプットのオーナーであるあの PA もやってる浜,浜ちゃんは新宿ロフトの PA だったんですよ<ー>で,東京で2人僕ででやってるんです<ー>で浜ちゃんが沖縄に帰ってきて櫻坂セントラルとか<ー>あのムンドっていうも今なくなっちゃったあの今のドン・キホーテの建物の上にあったライブハウスとかで PA やってて、はい、シャオロンの。 オペももやってもらっててらたんですうん、うん、で、浜ちゃんがやるアウトプットを出すってことになった時にもうし僕らオープニング出てたんですよ初日<ー>だからアウトプットのこけら落としから僕らは出てるのであグループでやる以外はほとんどアウトプットでやられますグループが本,本来の本拠地ですけどねウラソリグループがそうなんあーはい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 ウェズも途中から帰ってきてはい ウェズが入ってきてまたアウトプットに給与がついて、はい、やっぱアウトプットには恩返しもあるし、はい、今いついつまでもお世話になっていたい箱なんでアウトプットではワンマンをや,や,やり続けたいっていう気持ちはあります、はい、あなるほどあく次の場所が決まってほしいですよねそうですね本当にね。じゃ今の場所のアウトプットでは最後のシャオロンのワンマンライブります、ね、そうです、うん、だ昨日も出れたのであの九月にねラストの月に二回も出るのは光栄だなと思って最後頑張りますはい 最後にです、ねねあ、この、まあ、ライブワンマンライブですけども見どころとかお客さんに来てもらったときに、うん、なんか楽しんでもらいたいっと。いいろろ あのコーナー作ってるんで。コーナー作ってるんで。これラジオみたいですね。あのうちのあのメンバーの中にね、あのドラマトーマツグアツっていう。あのもう沖縄の。ドラマーとしてはレジェンドなんですよ。あのベイビーベイビーベイベイ。あのアイランドのドラムでもあった。トーマツグアツさん。ィアマンテスでも数々の名誉。こうしたツグアツさんが。今シャロンにいるんですけど。ツグアツさん。 っていうアーティストもやってるんですよ今、一人で。歌ってるんですか？ソロで活動されてるそうそうそうソロで。時々なんか歌いたがる日があるんですよね。それがあるのかないのかみたいな感じですね。ああ。もうもうじゃす。ぐる出てくるのかな。つぐるに行きたいですね。出てくるかなって感ぐる次第なんじゃないですかね明日のライブ金曜日のライブの出来はつぐるにかかってんじゃない ね、まあバンドのドラムとしてもね、津つ <laughs>、はいまあ、さんの体調に関わる。へ、うん、まあガチャピンさん、それをどう見てるのかな、手伝うのか、飲んで見てるのかみたいな。やっぱ飲みなんかね、飲んでるときと飲んでないときあるけど、まあ、曲感が長い場合は。<laughs> うん ガチャが飲むんだ途中で直感に注文してたりするからねステージから注文みたいなそう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 みんな分かってるからお客さんも分かってるから毎日の「FM 那覇」でもライブしてもらった時ありましたけどね結構飲んでたなっていうあの部屋も朝から酒打ってたし飲んでたし打ってた まあ皆さんにも飲みながら楽しくライブを、ねはいはい。本当は刺身売りたいらしいですよ。あ、そうなんですか。<laughs> ダメダメダメってあのなんか保健所ょ来るよみたいな。<laughs> <laughs> 生もんだから。いいですね。うん、はいはい。ということで、えー、改めましてじゃ告知いきましょうか。<laughs> はい、えー。今回のライブの告知をもう一度最後にお願いいたします。はい、えー。シャオロンツーザースカイワンマンライブボリュームアップフォ、えーコウ月6日金曜日那覇市久米アウトプットで行います。 出演はシャオロントゥー・ザ・スカイにゲストにピアニストの川光誠さんを招いて派手にぶちかましますよ。会場が19時、開演20時、前売りが2000円で、当日が2500円で、ワンドリンクベッとなっております。チケットは問い合わせで098-943-7031まで、那覇市アウトプットまで連絡をください。 もしくは魂のフェイスブック知ってたら、直接ダイレクトメールでも全然大丈夫です。<laughs> <laughs> シャオロン調達会のつ、<laughs> ええ、なんだっけ。 ツイッターとか、そういうシャロンに連絡を取れる方法で、あの、連絡してくれたら、近い大丈夫です。あと、僕、大体、あの、ライブやると、雨降ったり、台風が来たりするんですけど。あの、今回は、ちゃんと、僕、あの、拝み合ってやるんで、昨日、アウトプットの楽屋で、右岸してやるんで。あの。大事、大事ですよ。ね6日は大丈夫です。はい。それは大事なことだと思います。大事はい。ちゃんともう、お清めしてきました。いや、本当に、それは大事だなと思います。楽屋が酒臭くなってた。 あ、最後にコメント一つだけ、読んで終わりましょうね。ええ、はいえー、柴田六博士さん、飲んでた方がグルーヴ感出ますかってことで。分かってるね、柴田六博士さん。<laughs> <laughs> そうですよ。グルーヴ感出る。そうそう、ガチャピンさんの場合はね。<laughs> まあ、酔拳みたいなもんです。読 <laughs> <とり> <laughs> えば読むほどに、いいグルーヴが生まれる <laughs> <ー>。はいはい。<laughs> 飲んだほうがいいじゃないですか飲んだほがいい場合僕の前はちょっとダメなんです鼻が詰まって歌が歌えなくなるんであ、なるほどねはい。ありがとうございます玉瀬さんじゃあ皆さんぜひこのライブアウトプットでもねあの最後のあ最後のってあの建物で最後のシャオロンのライブにもなると思いますので皆さんこの機会をお逃しなく行ってみてください今日はシャオロンとザース会の富山たかしこと玉瀬さんありがとうございましたありがとうございましたロケロウッシャナナナナナニ それでは先ほどお話の中にもあった「小座で眠りたいシャロント・ドゥ・ザ・スお聞きください。オフトーク。オフトーク。ークかっこよかったね。緊張したわ。<laughs> え私も緊張しました。うん、イケメンが隣にいて。ああ。 スイッチブレードさん、うん、スイケン、わら、絶対スイケンって言ってさ、<laughs> あのー、スイッチブレードさんが反応すると思ったよ。<laughs> <laughs> そうだよな。<laughs> <laughs> うがんする前に F.M. の歯を拝聴しなさいって。柴田隆博士。いや、もう一回行きたいな。ありがとうございました。 <何>じゃあ7と八どっちがいいですかしたら8でって言われて <laughs> みんなが嫌がら八をやってくれるんですかみんな8やりたがり八やりたがるのみんな八やりたがるティーランだけ嫌がってましたティーランシーサーは八嫌だって言われて <laughs> <laughs> あメール来てるじゃんあ見る見るはいはい いいよね。うん、エロい さあさあ時刻は12時48分になりました、えー、トグランチョンビート先ほどゲスト富山隆智魂さんシャオロントズスカイの、えー、方が来てもらいましたけども、えー、かっこよかったねかっこよかったか歌声だけじゃなくて本当に喋ってるこのラジオの声もセクシーでかっこよかったですねかっこいいよねあんな声どうやって出すのって思うけどねほんと色がやばかったです妊娠したと思っても<あ> <laughs> 妊娠しそうでしょなあミム <laughs> もうちょっとどうだいこの声 <laughs> 超えられないえられないよ、わかんないよ、いすけさん、ぐっとくる歌、何気にリスラジって音いいねって、リスラジで聴いてくれてるんですよ、いい曲だよね、これね、なんか、やっぱさ、そのね沖縄にいって沖縄のことを歌詞にするっていうのがね、僕、すごいいいなって思ってて、そろそろねこざで眠りたい、こざで眠りたいなって、イントロから、もうえっ、何、何ってなっちゃうよね。

アの歌もそうですもんね。うん、ええー、スイッチブレードさん、魂の番組他局だけど聞いてたってことでね。そう、他局ですよね。基本的にはね、魂さんというの、あのー、アイの歌聞くとね、僕もなんか FM のハっていうね、ちょっとイメージじゃないなっていう。私も。もうなんかね。<laughs> あれ？FM のハかこれってなっちゃいますでもね、うん、逆にこっちのイメージつけたい。<laughs> ね、<laughs> はい。ええー、スイッチブレードさん。 はね、あスイッチブレードさんすいません、えー、とリクエストいただいたんですけどこれは後日、えー、ちょっとやりましょうねもうエンディングになってしまったので今日はゲスト、シャロントゥ・ザ・スカイの、えー、曲からいろいろおかけしましたけれども皆さんいかかがでしたでししたょうかね、えーとーまあ、ライブが9月6日の金曜日ですね改めまして言うと9月日日の金曜,金曜日ピアノも入るっていうことで,、ね、でギター、ドラム、ベース、うんえー、ボーカル、ピアノね。 とというこで前売り券2000円ってね僕めっちゃ安いと思うんですよ、2000円。しかも、魂さん直接連絡していいんですよね。知ってればしていいツイッターとかでつながってればしていいって話だったからね、したらいいと思いますよ。ということで、いろいろと今日はニュースがあったんだけど、まいいかな、今日はな。みんな今週金曜日は アウトプットに行こうってう感じですね。そうね、アウトプットに行こうっていう感じ、ね。まあ最後にちょっと台風情報だけ改めてみんな注意してほしいので、はい、えお伝えしますけれども、台風台風台風ですね。台風十三号が三、えー、日の夕方にも強風域っていうことで。 えー、先,先島諸島ですよ、沖縄じゃなくて先島諸島で、強風、はいえー、域ということで、だんだん、だんだん近づいてきて、うん、まあ沖縄、多分強風域には入りそうだなという感じがありますので、うんえー、今のうち備えをしておいた方がいいと思いますよ、えーまあ、日程的には多分5日ですね、あさって、あさってぐらいには、もうあさってより前かな、早ければ明日あたりには、もう強風域入りそうな勢いなので、<ー>皆さん、台風には十分お気をつけてくださいね。 あのーえー、台風ってさ、えー、話が、あのー、ちょっと伸びるかもしれないけど、はいえー、台風の勢力が大きい強風の風が大きいなんかこの70メートルとかさ、はいえー、いろんなでっかい台風があるけど、えー、この間、防災の日で9月1日が防災の日だったって話したんだけど、はい、その時にあった伊勢湾台風っていうのはその最一番今までで大き,た大きかった勢力の半分ぐらいの勢力の台風だったってわけ。 必ずしも勢力とその被,害被害が、はいあのー、比例するわけではなくて<ー>、えー、風が強いから風が弱いから大丈夫とかはい、はい、雨の量とかでもね氾濫したりとか、うん、何が起こるか分からないわけよはい、はい、風が弱いから大丈夫だけど雨がすごくてかあの川が氾濫するとかさうん、うん、あったりするから、まあ、いろんな備えっていうのはね普段からしておいた方がいいよっていう ちょっと声かけですね。これは、はいうん、あの皆さん気をつけてください。川の近くに住んでる人とかね、F. M. な川近いから、いつも心配になっちゃうんだよね。うん <laughs> 目の前に川があるからね。ちょっと去年の台風の時、すごかったですね,ね。怖いよね。うん、だから皆さん、十分にお気をつけてください。うん、それでは、えー、今日も東北連チャンビーチ、いかがでしたでしょうか。あと三分ぐらいあるから。ええー、あの魂さんの曲をかけて、お別れしたいと思います。うん、何かけようかな。 新キロをかけて終わりましょうね。<お>はいえー、それでは今日のトークランチョンビート後でこの番組は YouTube にもアップロードされます過去の番組をご覧になりたい方は <laughs> FM の班の YouTube チャンネル登録して、えー、見てみてくださいね。よろしくお願いします。本日トークランチョンビートの、えー、お相手は私、奈良レンとそれではシャーロントゥー・ザ・スカイの新キロをかけてお別れです。みんごきげんよう